さんこんにちは、助産師のしおりぬです。そして臨床心思公認心理師のみたらしかなです。はい、ということで何回か登場してくれているので、すでに知っている方もいるかもしれないけれども、初めましての方もいると思うので、簡単に自己紹介でお願いします。はい、私は普段カウンセラーとして国際心理支援協会というところで働いてるんですけど、その傍らで SNS を通して精神疾患とかメンタルヘルスケアに関する知識を発信しています。はい、というところで、一昨年かな、 NPO 法人ミモザっていうのを立ち上げまして、性的同意であったりとか性暴力に関する知識、どこに頼ったらいいのか、誰を頼ったらいいのかとか、正しい情報どこにあるのかとかも含めて、専門家と一緒に情報を監修して発信するメディアの副代表理事をしています。はい、ということで今回はね、そんなミモザのみたらしかなさんに来てもらって、どんなテーマでお話をしようかっていうと、性暴力に実際に会った時に私たちはどんな風に行動をすればいいのかということをなかなか教えてもらえる機会ってないなと思うので、今回はそんな自分とか身近な人に何か起きた時に取れるアクションについて教わっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。性被害ってなんだろうって思った時に、結構みんな思い浮かべるのがレイプとか、痴漢を思い浮かべる人も中にいるかもしれないけど、性暴力被害の定義って何なのか、自分は合わないことなんじゃないかって思っちゃう人って結構多いと思うんですよ。そうだね、本当なんか性被害とかっていうとね、ニュースとかで取り上げられるような大きな被害、自分とはもう程遠い世界の話って想像される方も多いかもしれないけど、実は意外と日常の中にあったりするよね。本当に、だからなんかその痴漢とかもさ、自分たちがさ中高生とかの時に朝来てなんか痴漢にあったっていう話を、まあ、泣きながらする子もいれば、なんかちょっとネタみたいな感じに扱う子もいて、だなんかそれは結構様々だけど、割と私たちの住む日本で生活している中で性暴力被害って案外あってる人って多くて、で夜道で見知らぬ人に性暴力被害を受けたってもちろんあるんだけど、ケースはね、それよりもその性暴力被害って知ってる人から起こるケース、知ってる人から受けるケースがすごく多いって言われてるのと、あんま知らないか、例えばパートナー間であっても同意のない性行為、なんか私熱出てるからあんまりセックスしたくないなって思った時に、無理やりその彼氏とか彼女からされてしまったとか、も性暴力被害だし、あとはなんとなくお尻を触ってくる上司がいるとか、セクシャルハラスメントっていう言葉で少しこうニュアンスが軽くなってしまう場合って多いと思うんだけど、それも性暴力被害だし、案外身近なものであるっていうところで、だからまずは被害を被害として認識することが一番大事。そうだね、そこ気がつけない場合すごく多いよね。なんかこれくらいみんな笑って流してることだしとか、みんな経験してることなんじゃないかとか、そういう風にすごくこう小さなこととして捉えさせられているような気がするけれども、本来はね、自分の同意なく体に触れられるとか、性的な言葉がけをされるとか、そういった一つ一つのこともね、自分の尊厳が傷ついたって思えば、それは自分は被害として認識していいわけだからね、まずはそこも認識を一つ持っていただきたいところだね。そうで、その上で、じゃあまずは証拠を保全するっていうのはすごい大事で、もちろんそれはケースによりけりなんだけれども、たとえ自分が裁判を起こしたいとか、警察に行きたいとか、この事件をこうしたいとか、思ってなかったとしても、とりあえず証拠は押さえておくこと。そうね、その瞬間にさ大事にしたくないって思ってたとしてもさ、少し時間が経った後にやっぱり届け出しとけばよかったかもしれないとかね、訴えればよかったかもしれないとか、そういう気持ちが出てくることもあるかもしれないもんね。そうなんです。で、結構やっぱり大事なのが体を洗わないこと、その時の服を洗濯しないこと、洗濯せずに袋に詰めておくこと、とか、あとは例えば動画であったりとか音声っていうのをその場で録音しておくこと、それをまあ SNS でアップロードしたら肖像権の問題とかが出てきてしまうからダメなんだけど、証拠として持っておく分には大丈夫だからしっかり押さえておくこととか、メールとかだったら例えば上司とかさ、そうね、力関係のある人とかの場合はやっぱりメールはしっかり取っておくこととか、っていう風なやり方をしておくことっていうのは、まあ後で自分のチョイスに役に立つことがあるかもしれない、
そうだね。でも見たくないものもあるじゃん、うん、触りたくない見たくないっていう時は、例えば友達に USB ごと預けておくとか、うん、自分の信頼できる人にやっておくとか、うん、例えば臨床心理士とか公認心理士とか資格を持ったカウンセラーさんにこれを預かっててほしいっていうことだってできるかもしれない、うん、自分のサポーターをどこでもいいから専門機関でもいいから見つけておいて頼ることっていうのも大事だと思います、うんうん、なるほどね。確かになんかそのやり取りした LINE とかさ、もう消したいって思うかもしれないけれども、そこでちょっとだけね一度考えてみて、自分で持っておくのが嫌だなと思ったら目に見えないところに隠しておくという方法でもいいから取っておくということは大事だね。で、連絡してほしい場所があって、うん、これはワンストップ支援センターっていう場所なんだけど、うん、ミモザのその SNS とかにも載っけてるんだけど、うん、まずはシャープ8891、うん、共通のみんなどの電話でもかけられる、早くワンストップだよね。そうです短縮番号になってるので、うん、シャープ8891でワンストップ支援センターにかけてもらう。でワンストップ支援センターが何かっていうと、専門機関を集約した場所って考えてもらえるって、だから被害に遭いましたっていう連絡をした時に婦人科であったりとか警察であったり弁護士であったりっていうところに、うん、でまあ、連携を取ってつなぐ、あとカウンセリングルームとかも紹介してくれるのがワンストップ支援センターで、まあ、性暴力被害に関してのプロフェッショナルが集まってる、うん、でただで電話もねすぐこうできるし、24時間やってるところもあったり、うん、自分の地域の最寄りのワンストップ支援センターってところに短縮番号でつながるようになってるので、うん、かけてほしいなって思います、うんうん、でもしあなたがもうすぐそばに加害者がいたりとか、うん、自分の身近に加害者がいるってなった時は、うん、まあ、身の安全を絶対に最初に確保しなきゃいけない、うん、これすごく大事です。これ性暴力被害にあった時にすごい大事なんだけど、うん、被害を被害として認識することと、うん、まずは自分の身の安全を確保すること、うん、なんか後ろについてきてるって思ったら、うん、24時間営業のコンビニエンスストアに行ってみたりとか、うん、その人がいる場所にとにかく行くっていうのはすごく大事なんだけど、まあ、それと同時に電話してほしいのが警察の性犯罪被害の相談電話のシャープ8103。おお、8103、ハートさん、ハートさんってことだね。はい、そんな短縮番号もあるもんね。そう、これはこう加害者が近くにいたりとか、例えばその人に住所とかを知られてる、うん、でさらなる被害の可能性がある場合にかけてほしい番号、うんうん、で、まあ、ワンストップ支援センターにかけたとしてもさっき、うん、警察につないでくれるんだけど、うんうん、こっちの方が直通だから、なるほどね、早いよね。身の安全を守るという危機感がより強い時はそっちにかけた方がいいってことだ。そうです、うん、なのでこの基本的に2つの番号を覚えておくことは難しいかもしれないんだけど、うん、例えばこのしおりちゃんの動画でスクリーンショットかなんか撮ってもらったりとか、うん、ミモザの SNS に飛んでもらったら書いてあるので、うん、しっかり持っておくことが大事だと思います。そういう番号があったなっていうことだけでも頭の片隅に置いといてくれたらいいかね。あと身近な人が性暴力被害に遭った時に友達が代わりにワンストップ支援センターに電話することもできるの。あ、それも OK なんだ。 OK です、うん、周りに頼れる人がいたら自分で電話しにくい時は頼んでみてください。うん、なるほど。それってさっきさ言ってたその証拠を保全するっていうところで体を洗わないとかそういうことをした状態でワンストップ支援センターに連絡をすれば、その証拠を自分の体からも採取しながら診察を受けられる病院みたいなのを教えてくれるってこと？そう、うん、そのまま多分そこに繋いでくれる。うんうん、なるほど。私きっと場合によってはねアフターピルが必要になったり、あの性感染症のね検査が必要になるかもとかそういうこともあるかもしれないから、そういうのも必要な病院とか繋いでくれるってことだね。はい、結構そのね緊急時その性被害に遭った時に必要になるアフターピルの費用とかっていうのは自分で払わなくていい場合もね多くって、安心をされたりすることもありますので、お金の不安でねその必要なアフターピルにアクセスできないとかそういうことも起きてほしくないなと思うので、うん、とりあえず何かあったらワンストップ支援センターと覚えておいていただきたいね。はい、で、まあ、これはちょっと悲しいことなんだけど、被害に遭ってからそのワンストップ支援センターに電話する時間が短ければ短いほど緊急性が高いって判断されるの、うん、裁判になった時とかに。なるほど、ね、例えば被害に遭ってから1ヶ月後2ヶ月後にワンストップ支援センターに電話してもそれはいいのよ、1年後とかでもいいの、うん、いつでもいいんだけど、裁判になった時になんでじゃあ1年間連絡しなかったんですかとか、なんで2ヶ月空けたんですかっていうところに今の司法制度だと悲しいことになってしまうから。そうなんだ。早ければ早いほどいい。
なるほどね。それはまあ心と体のためにもね。早くに相談をするというアクションを起こしてたっていう実績を残してることも大事なんだ。そうなんです。なんかきっとね、本来であればすぐに気持ちの整理がつかないとか、すぐに受け入れられなくて相談できないとか、いろんな事情ってあるとは思うけれども、まあ、悲しいけどそういう事情があることも知っておいて、未来の自分のためにね、一回でも相談をしておくという実績を残しておけるのであれば、しておくに越したことはないのかもしれないね。本当にそうだと思います、うん、その悲しいことに私たちがこう生きていく中で結構耳にすることが多いのって、まあ、痴漢の被害とか、うん、なんかこうセンター試験のさ日にさ、そうだね、痴漢がとかっていうニュースもあったじゃん、うん、そういった時に関しては結構大切なのが、例えば触られてるとか痴漢に合ってるって思った時に、手の皮膚をカリカリって嫌かもしれないけどやるだけで、爪の中に皮膚組織が残って、うん、例えば前科というか初犯じゃない加害者の場合は、うん、再犯だった人たちに関しては、あの合致して逮捕っていう形につながったりとかするから。なるほどね。あとまあ衣類に残ってる場合もあるしね。うん、そうだよね。私も前、あの自分の友人が学生時代に痴漢された時に、その時履いていたお洋服を警察署に提出しに行ってたわ。うん、すごい大事だと思う。あとまあ近くの人がアクティブバディスタンダーの動画、しおりちゃんのところにもあるけど、うん、その周りの人が証拠を取っといてあげる、うん、そうだね。電車とかでね、痴漢してる現場とかを目撃したら、動画とかを撮っておけるなら撮っておいてあげて、その後に声をかけるとかいうことも手助けになると、うん、なのでぜひ、まあ、傍観者でいたくないって思うかもしれないし、うん、被害者になるかもしれないし、もしくは加害者になってしまうこともあることだと思うから、うん、皆さん覚えておいてもらえたらと思います。はい、ありがとうございます。とりあえず今日覚えておくべき大事な2つの番号は、シャープ8891早くワンストップと、シャープ8103ハートさんですね。もしなんか自分自身とか自分の身近な人が性被害に遭ったかもしれない、遭ってしまったという出来事があった時には、そういう頼る先があるんだなということをぜひ覚えておいていただければと思います。はい、ということで今回はみたらしかなちゃんをお迎えして、性暴力被害に遭ったらどうしたらいいのということでお話を伺っていきました。今回お話を聞かせてくれたかなちゃんのやっているミモザという団体が最近クラウドファンディングを始められたということで、ちょっとその内容も教えてもらってもいいですか。はい、3月8日からクラウドファンディングを始めたんですけど、中高生に向けて性暴力被害であったりとか、まあ今みたいな話の本当に集約であったりとか、あと性的同意に関すること、パートナーとか、まあ、セックスパートナーの人と一緒に読んで振り返れるとか、コミュニケーションについて考えられるような要素を詰め込んだハンドブックっていうのを学校で無料配布したいと思ってるので、クラウドファンディングをすることになりました。なんで今このね、インターネットのご時世にあえて紙の冊子を作るのかっていうと、まあ、今この動画を見てる方々はネット環境にあったりとか、スマホとかパソコンとかね持ってるかもしれないけど、世の中にはスマートフォン一人一台持ってない子もいれば、なかなかそういう情報にアクセスできない人たちもいるってなった時に、どうしたら幅広くこうみんなに情報が知れ渡るんだろう、うん、じゃあまあ義務教育であったりとか高校とか、子どもたちが学校に行ってそこで情報をもらえたらそれが一番いいのではっていうところで、紙の冊子を作る運びになりました。これぐらいのやつなのよ、うん、で文字はちっちゃいんだけど、うん、表紙もすごいこだわってて、性の本とは書いてあるんですけど、うん、例えば子どもがそれを持ち歩いた時に、まあ、いわゆるなんかこうエッチな本みたいな、うん、感じで没収されたりとかしちゃう場合もあるじゃん、うんうん、だからその、まあ、部屋にも置いておきやすい表紙で、かつもしかしたらね、すごく悲しいことに家の中が安全じゃない子もいると思うのよ、うん、家の中に加害者がいる状況もあると思うから、ちょっとこう隠し持っておけたりとか、うん、だからこれぐらいのミニサイズにしていて、うん、まあいつでも例えばカバンの中であったりとか手帳の間であったりとか挟んでおいてもらって、何かあった時に開けるみたいなものにしたくて、うん、まあ、サイズ感であったりとか表紙であったりデザインっていうのをすごくこだわって作っているので、うん、ぜひ手に取ってもらえたら嬉しいし、応援してもらえたら嬉しいなって思います、うん、はい、じゃあそれは支援がいっぱい集まれば集まるほど、より多くの子どもたちに無償で配ることができるようになるってことだよね。本当にそうです、はい、なのでちょっと今日の概要欄にそのクラウドファンディングのリンクも貼っておこうと思うので、興味持ってくださった方はぜひプロジェクトのページだけでも見に行っていただけたら嬉しいですし、応援しようと思う方はぜひご支援もよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回の動画はこれで以上にしようと思います。この動画が良かったという方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。